まずね、もう発電機を載せてる、搭載してるっていうのがもううちの一番の売りなんですよね。車のあのホイールベースの床下あたりのところにね、はい、みるみるランド、はい、マックレイさんのデイブレイク見ていこうと思います。キャブコンです。大きいキャブコンで、でね、これね、扶桑トラックがベースなってますね。トラックなんですね。かなり中が広く見えますね。ここから見ると、で、このはい、で、このバークベッドがすごく大きく取られてて、うん、あんまり見ないぐらい高さがあるからね。バークベッドすごいですよね。大きいですよね。大きいです。で、すごいこの柔らかい茶色というかベージュというかね、色合いがいい感じですね。マックレイさんのバレンシア520リアエントランスです。こちら乗車定員が8名、就寝定員は6名、全長 5.5メートル、幅が 2.2 メートル、高さが 3メートルです。はい、こちらマックレイさんのバレンシア520です。リアエントランスと言います。乗車定員が8名、就寝定員が6名、全長 5.1 メートル、幅が 2.2 メートル、高さが3メートルです。ベース車両が扶桑キャンターでディーゼルターボで動きます。お値段が1290万円です。みるみるランド、はい、ちょっとじゃあ中の方に入らせていただきます、はい、マックレイの小川さんにちょっと紹介していただこうと思います。実は僕マックレイさんの動画前から見てました。あ、そうですか、ありがとうございます私もね、あの、はい、みるみるランドさんの動画ね、よく見させていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。今回じゃあちょっとこちらの、ちょっと今回ね、私のところも、はい、紹介させて、はい、あ、どうぞ。はい、あ、何、うん、分かった、ありがとう。お邪魔します。おー、すごい明るい。おー、明るいし、広いですね。え、これ床なんですか？今ね、床暖房動かしてるんで。すごい、床暖かくて今感動してたんですけど、床暖房もね、バンコベットも床暖房が入ってるんですか？すごいですね。え、じゃあ、あったかい、あったかいのはないんですか、ね、これ、初めてですね。初めてですね。いや、これはすごい、めちゃくちゃあったかいですね。すごい。で、ここの仕切りとかもすごいですね。運転席からこの後ろまでの、ね、跳ね上げてね、もっと行き来ができやすくなる。あ、本当ですか。ちょっとじゃあ、あのはい、どんな感じになるか、はい、あ、あ、なるほど、行き来しやすくなりましたね、はい、あ、なるほど、これなら本当にスッと前に行ける感じしますね。へえ、いいですね。運転もすごく、これベーストラックですよね。三菱扶桑のキャンターの 1.5 トンベースの、おで、ここのベッドがですね、はい、旋回式で、おお、スライドして、なんかジェットコースターみたいな感じで出てきました。すごい広いですね。へえ、すごい広いスペースが出てきました。これ何メーターぐらいあるんですか、奥行き。奥行きはね、200センチはね、ありますね。ありますね。すごい広いですよね。すっごい広いですね。あ、でもやっぱりこの高さがあるから多分座れますね。で、そしてこの間接照明がすごいおしゃれで、かっこいいですし、え、こんなに広いバンクベッド見たことないですね。はい、すごい、スタイリング重視してるお風呂とかにしたらもうね、あまり高さがねなかったりしますけど。あと、こちらのキャンピングカーの特徴はどの辺でしょうか。まずね、もう発電機を乗せてる、搭載してるっていうのがもううちの一番の売りなんですよね。車のあのホイールベースの床下あたりのところでね、はい、2.8kW の、どこに行っても電気は使えるよっていう感じですね。ここにも電気、電源も来てますし、便利ですね。あと、まあ、ここにね、あの家庭用エアコンなんか、あ、本当ですね。あ、この中に、その辺の演出もおしゃれですね。おしゃれですね。ちゃんと隠して、走行中もね、あの車の電力でね、はい、動かせるんで、
サブバッテリーの電気とか一切使わないで、おあの、ね、あの電力で家庭用エアコンを動かせるシステムをつけてるんで、どっか停車時した時は、まあ、発電機の電力とかでね、回せるんで、発電機あるのすごいですね。使いたい放題じゃないですか、ね、このデザインもすごいですよね。いいですね。この照明がまた素敵ですよね、うん、いいです、すごい。窓が結構広い、ここにも窓閉まってますけど、うん、こう窓も結構ここまであるので、うん、広いですね。開放感のある窓。そしてそちらのじゃあ紹介、はい、じゃあこちら紹介させていただきます。すいません、両方一緒に、あ、はい、あ、広い冷蔵庫、しかもこの高さって使いやすいと思います。うんうんうん、でここに冷凍庫もちゃんとついてて、はい、素晴らしいですね。あ、いっぱい入ります。そしてここも開けていいですか。あ、嬉しい。ここかけられるクローゼット、ちょっとしたジャケットとかをかけておける。ね、かけておけますね。シワシワにならなくて済むのが嬉しいです。はい、そしてここにも大きな引き出しが、あ、結構広い収納庫ですね。広いですね。これ外からもアクセスできる形になります。エアエントランスの弱点ってね、収納が少ないっていうのが本当だった、うんうん、それをね、なんとかすごい改善してある。この収納はすごい大きいですね。そしてこちら、あ、広い、トイレスペースですね。トイレスペース、しかも窓もついてますし、収納もありますし、広いですね。しっかりしたトイレルームですね。そして後ろがキッチンですね。はい、キッチンですね。一口コンロがついていて、ちゃんとこちらにシンクもついてます、うん、あ、でここにちゃんと台があるので、調理スペースもあるし、換気扇もついてますね。ついてますね。換気扇とライトがちゃんとついてて、でここに大きな窓があるので開放感がある状態でお料理ができると思います。でここは操作ができるパネルがついていて、ここは何ですか。これでちょっと清水タンクがね、ついていたりするんですけど、ね、なるほど。じゃあ清水タンクということで、この中はなっています。この下もそうなんですよね。清水タンク70リットル、清水タンク70リットル入るそうです。結構大きく設置してあります。ここの中にね、あのカセットガスで動かす瞬間湯沸かし器がちょっと、そうなんですね。あ、そうなんですか。ここの水を汲み上げて使う時だけお湯にしてって感じ。あ、お湯出るんですか。はい、お湯出ます。すごい。お湯出るのいいですね。いいですね。かなりいいです。下がここ下駄箱ですね。あ、本当ですね。そして上はここら辺で収納がきちんとできるなってます。結構深めのね、なので結構いろんな食材を入れておけそうです。そしてここに振り返るとちゃんと IH ついてるんですよ。ここにもね、調理スペースあるのが嬉しいですね。なのでこっちでこの火使うものやって、こっちでこう切ったりとか洗ったりとかができるから、うん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 、分けて使います。料理する人にとってはこの嬉しいですよね、この配置ね。収納がいいですね。こうセパレートになってるから、さらにこう分けて入れられるところ。でもさっきから足元がすごい快適なんですよ、暖かくて。これいいですよね。ホクホクしますね、うん、そうなんですよ。特に冬はね、これすごい嬉しいです。 あ、電子レンジ、電子レンジが入ってますね。と、あ、大きな収納ですね。あ、そうですね。引き出しがね、あとこっちとか、あと必要の、あ、ここにもあるんです。そっちにも。でもこれ床暖入ってたら FF ヒーターいらないぐらいじゃないですか。ね、快適ですね。すごいいいです。最高です。はい、こんな感じです。いや、僕は念願のマックレ小川さんに会えてすごい嬉しいです、今日は。
かったです。はい、お会いできました。